住宅を取り壊したら、それでおしまい、とはいかないので。一番大きな手続きと言ってもいい、建物の滅失登記を自分で行って。解体に伴う出費を、少しでも抑えることとしました。滅失登記が一番大きな手続きとは言いましたが、過去に、建物表題登記と所有権保存登記を自分で行ったことがあるので、それに比べたら、ハードルはかなり低いと言えるでしょう。地元の法務局へ行って、取り壊す建物の登記事項証明書を取得しました。幸いなことに、建物に抵当権が設定されているなどということもなく、それをもって自分で滅失登記にゴーサイン。なお、今回、建物の所有者を変更することなく、取り壊して滅失登記を行います。法務局のホームページから、滅失登記申請書のひな型ファイルをダウンロードします。ワードファイルなどもダウンロードできますが、手書きでもたかが知れているので、PDF ファイルをプリントして利用しました。もう一つの書類、建物滅失証明書は、記載例ワードファイル内にありましたが、日頃ワードと慣れ親しんでいないので、いくら不動産様のホームページで公開されていた、建物滅失証明書のサンプル PDF ファイルをプリントして使いました。法務局提出書類1枚目。建物滅失登記申請書の記載例。法務局提出書類2枚目。建物滅失証明書の記載例。1、建物の表示の内容は、法務局で事前取得した登記事項証明書の記載と一字一句違わず記入すること。建物滅失登記申請書、建物滅失証明書ともに、確認の意味も込め、赤いロブを書き込んだ後に、解体業者に記入依頼しました。法務局へ提出する添付書類。建物所有者の戸籍と、所有者の相続人であることが確認できる私の戸籍を添付します。滅失登記完了後に、添付した戸籍の返却を希望する場合、戸籍のコピーも添付する必要があり、今回は戸籍のコピーが計2枚以上となったため、戸籍のコピーだけでホチキス留めし、中に割り印を押す必要がありました。その要領は次の通りです。登記申請書の申請人コーデ使った認め印と同じ印鑑で割り印します。戸籍のコピーに3枚目以降がある場合、1、2枚目と同様に割り印します。
この参考図は、登記申請書が複数枚ある場合の割印について説明するものですが、登記申請書1枚に建物滅失証明書1枚の場合、その2枚をホチキス止めする必要はありません。戸籍返却と滅失登記完了の知らせを送っていただくため、郵便局でレターパックプラスを買ってきて申請書類に添付しました。これは自分で宛先と赤字で簡易書き留めと書き、それなりの切手を貼った封筒でも OK です。資料が多い分にはいいんじゃない？ということで、ネットからお借りした地図や解体業者から受け取った解体後の更地写真を申請書に添付しておきました。建物の登記簿取得などの費用は別として、滅失登記申請当日、法務局の窓口で税や手数料を支払うことはありませんでした。申請当日には、申請書に押したあなたの認め印も持参しましょう。また、滅失登記完了までの日数は、繁忙期的なものがあるのかはわかりませんが、1ヶ月程度かかるようです。なお、この動画の内容がこの通り続くとは限りません。手続き等変わる可能性があります。この動画は、こんなことがありましたという覚書動画で、近頃よく耳にする、それあなたの感想ですよね。ええ、そうですよ。最新で確かな情報は、法務局のホームページを閲覧したり、最寄りの法務局に電話で問い合わせたり、最寄りの法務局の手続き相談コーナーの予約をして、直接相談に出向いたり、ご自分でフレッシュな情報を手に入れてください。法務局から電話がかかってきました。申請書を提出したときに、申請書や添付資料に問題があった場合、電話しますよ。とのことでしたが、ああやってしまったな、と。私の住民票も必要なのだそうです。法務局の不動産登記申請書提出前のチェックリストでいう、相続人の住民票または戸籍の不票も必要の戸籍の不票とは、私の戸籍謄本とは違うのですね。とりあえずまた手戻りするのは嫌なので、世帯全員入り&本籍入りで住民票を取得し、法務局へ届けました。もちろん、この住民票も送り返してほしければ、住民票をコピーしたものと申請に使った印鑑を持っていきましょう。これらを見させてもらって、現地を確認させてもらって、という流れで、この後の手続きは進んでいくそうです。法務局から電話があって、私の住民票を届けた日から4日後、見覚えのあるレターパックが届きました。中身は書類。お互いに人権を尊重しましょう。返送依頼した戸籍謄本等とともに送られてきたのは、登記完了証です。
申請が認められ、建物滅失登記が完了しました。ここまで、申請した日から2週間かかったことになります。最後の手続きをしなければなりません。市役所の資産税課へ連絡し、建物を取り壊したことを告げ、課税台帳から抹消してもらいます。建物が消え、来年度から固定資産税は爆上がりですね。これで建物取り壊しに関する手続きは終了。と思ったら、水道の廃止、メーター撤去がまだでしたので届け出。そしてもう一つ、とても残念な手続きが残っていました。解体費用の支払いです。さようなら、諭吉たち。あんなことやこんなことに使えたであろう諭吉たちが、私の元から去っていきました。